ニュージーランド国王エリザベス2世。左肩最上部にニュージーランド勲章を配用し、その下に女王功績勲章、ついでニュージーランドメリット勲章を併配している。女王功績勲章はニュージーランドの勲章の一つ。1974年にニュージーランド叙勲制度の審理を経て1975年3月13日にエリザベス2世により創設された勲章。 公共部門と地域とも社会の活動においてニュージーランド国王へ誠実なる功績を残した者へ授与される勲章。軍関係者や軍人は授与対象外となっている。希少デザインは5つの花びらを持つ魚竜梅の形を採用し、中央にエリザベス2世紀の肖像が上部に王冠が装飾されている。リボンにはマオリ族の伝統的な色彩である赤、黒、 白が着彩されている。男性受訓者と女性受訓者では授与される勲章が異なり、女性受訓者用勲章には大型リボンが縫製されている。勲章の授与数は年間50。しかし、授与数が年間30を超えることはない。女王功績勲章の会部門に女王功績メダルが存在し、メダルの年間授与数に制限はない。受勲者は、指名の後に、 クソ、または、QSM の称号を付与することができる。受訓者のうちニュージーランド国民、コモンウェルス市民でない者への受訓は名誉受訓者の称号になる。日本人の受訓者には、日光島将軍の稲葉久雄宮司などがいる。ありがとうございます。